マービング・ランビル・ケネディは第二次世界大戦中のアメリカ海軍軍人潜水艦艦長。最終階級は少々、ピンキーとあだ名される。ケネディはマービング・ランビルとエルマ,マ・マッキャリー・ケネディの息子として1905年9月12日、ミズーリ州ハンツビルに生まれた。ヘンリエッタの高校を卒業し1925年、アナポリスに入学。 1930年6月8日に卒業し、少位に任官された。任官後、第二次世界大戦前の経歴は、戦艦アイザホから始まった。1932年1月に、アイザホを離れ、コネチカット州、ニューロンドンの潜水艦基地に転属されて、潜水艦の折り組み員としての訓練を受けた。同年6月訓練を終了し、1936年までに、 S-35、S-34、S-45 と3隻の潜水艦に乗務した。その後一旦本国に帰還し、アナポリスに戻り、1938年7月からは、海上勤務に復帰し従順洋艦シカゴで勤務した。1939年3月からは、ニュージャージー州カーニーのフェデラルシップビルディング社において、駆逐艦、ハムマンの建造に関わり、 8月11日ハムマンが収益するとケネディは技術士官として乗り組んだ。潜水艦勤務に戻ったのは1941年のことで、同年3月から1942年3月までな、ワルの副長を務めた。着実に経歴を重ねたケネディは、同年5月15日、メアアイランド海軍造船所においてケネディが偽装委員長を務めていたが、東急潜水艦。 和風の艦長に任命された。同年12月31日までの7ヶ月間に2回の紹介を経験し、2度目の紹介においてシルバースターを授与されている。しかし目立った戦果はなく、大物の獲物を逃したことなども影響したのか12月には和風の艦長を離れて南西太平洋軍司令部の幕僚に加わる。皮肉なことにケネィが艦長を退任してから、 和風は次々と戦果を上げた。ケネリの公認の艦長は二度の紹介の間彼の副長を務めたダドリー・ダブモートン少佐だった。その後、ケネリは潜水母艦、ブッシュネルの修理委員長を務めた後駆逐艦ゲストの艦長として前線に復帰、太平洋戦域で戦い二度目のシルバースターを授与され、金色のアワードスターを獲得している。ケネィは1945年、 終戦に伴い、アメリカに帰国し、南カリフォルニア大学予備役商工訓練課程の司令官を1948年まで務めた。1952年10月1日に海軍大佐として退役を迎えた。その功績が考慮され、少々に昇進しての退役となった。ケネリは1997年2月9日、91歳で、没した。ありがとうございます。